でもありえんこともないですよ、本当に孤独死。いや、あるぞ。警察に呼び出す。いや、今日ちょっと僕もあんま時間なくて。ちょっとお金だらしないとかあったので、お金渡したらお話しだった。時間あんまりな、家行こうか、家しとんの。私は何一回はしてるけど、何号室かはしない。社長にも何も俺話してないですけど、このお金の話でも結構相談を受け取ったんですよ。買い出したいところがあるけど、またどっかから借りてこっちに返したと思うんですよ。消えとる。今ついてなんかの家庭の方のところ、今回のこの謝罪で一応使おうかなと。謝罪で、まあこのリアルを伝え今もう後ろ映ってます申し訳ないです、すいませんでした。あ、ちょっと、あ、ショート2人来て、ちょっと内容だけ、謝罪の内容だけ。お前もう行かなかの奥様大丈夫ですか、後でモザイクもかけて大丈夫ですか今回でも本当にすいませんでした。おばあちゃんなりそんなかけてもらうんで。いや、なんか、まあ、僕がちょっとお金でだらしないとかあったので怒ったんですよ。来とるっしょ、いくらもらってないですか。8万ですね。何が今日出しとくわ、8万やはり。よそでファクタリングなんかもやってやらかしとるんですよ。何回言ってるかね。いや、電話に出ないんですよ、まずどんだけ鳴らしてもで、何8万やったよ。でこれでぐるぐるなるんで払い方が。それもちょっと動画別で撮っとるんで、また動画になると思う。怒ったっていうか、まあいろいろあって、まあお金立て替えたって、お金渡したら、その話だって。お金を渡す。何回か見ましたね。カメラ回ってる。カメラ回ってると喋りにくかったですね。大丈夫です。足元しか映してないんで大丈夫です。皆さん、名刺と実物と全然違う。ねえ、ゲームするのも美男美女だもんね。ねえ、名刺だとね、もう最初の頃だから、全然すごいと思って。全然違う。合成しとるじゃないですか、写真の。うん、キュキュ、めっちゃ綺麗な。今、木村からは聞いたんですね。はい、聞きました、そのこと。いつおらんかったの、昨日。昨日は3日目です、だから。これ。あ、ね、昨日は全然知らんかったの、入っとると思ったんだ。来ると思ってたんですけど、連絡が入ってなかったんですよ。あ、朝の、はい、日報のやつ入りますっていうのが連絡来てなくて、で、ちょっと連絡来てないっていう。いや、あのグループラインみたいなのがあるんですよ。で、朝おはようございますって、今日本日作業開始しますみたいな。いや、これ大変だな。まあ、なんかでも焦って変な職人入れちゃうともうハマっちゃうんで、なんか急遽バッて知らんとこ使うと、そっか、他から、ね、入れちゃうと。お願いします。申し訳ない、すいません。はい、お願いします。ちょっと声だけ使わせていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします前なんだ、それは前なんだ、ちょっと待って、どうなんだよ、前なんだ、汗だくなんだよ、やめてよ。あれ、ここいいよ、座って。え、いいよ。どう、ちょ、いや、なんか、聞いたんだけど、あ、これ、岸田公園だっけ。あ、そうだね、車止まっとるらしいぞ、家。出てこんのか。あ、ねえねえ、さっき私さ、かけてみたじゃんね。うん、電話繋がらんだろ。繋がらん、電源カットになってるよ。これ、音楽。あ、音楽。どうしよう、何あったの。私はおとついあったよ、昨日の前。うん、が3日ぐらい前だと思うんだけどな。うん、俺が大阪行く前日だで。え、仕事に来てない。ん、仕事に来てない。いや、現場自分のお客さんだよ、うん、自分で一軒やっとんだよ。うん、だからもうお客さん丸々足場かかっとんのに誰も何もやってない状態で止まっちゃったんで、今日謝罪行って、うん、で社員がたまたま聞いたもんね、朝のなんかそのいろいろちょっとお金をごちゃごちゃしとったもんで、うん、なんか知ってるでしょ、ファクタリングから金借りとって。ああ、なるほどね。お前ら引っ張りすぎじゃないの。違うよ、一緒に行ったこの店に来たらお金全部引っ張られます。なんか元気ないよね。でも元気ないよ。なんかちっちゃくなっちゃったよね。
話？お前ちっちゃくなるよ、もうちょっと。ちっちゃくなったけど、一時期よりは元気になったと思うんだけど。本当？喋っとっても。いや、俺らの前じゃ元気ないな。あ、そう。いや、なんかこの間会った時に思ったら、久々になんかまた見て。うん。全然吐きねえなぁと思って。いや、たまたま考えてくれるじゃん。それはね、ここに通い始めてからそうなの。前からそうなの。私は、ここで会ったことない。そういうのがきっかけなんじゃないの。何そういうのがきっかけって。まあ人間ってそうじゃん。ダメな人間って。そうやって、ちっちゃなことから、要は不自然になってくるじゃん。で、現場しょっちゅう、当日欠勤しようらしいもん。何を？当日欠勤。あ、何仕事？に、いや、もうそういうのはいかんでって、うん、今後。でもそんな信用ないんならば別にやめてもらってもええよって、俺もちらっと言ったんだわ。うん。だからやるならちゃんとやってくれんと、うん、あかんよって言って、うん、それはいかんわ。俺もやることやったるんだもんね。こうやってなんかあったり動いてあってさ、うん、な半分俺に怒られたら気分悪かったのか、うん、何も言ってなかったのね。2日前何にも言ってない。そう、うん、変わっとんな。でもあいつ、でも昨日私電話したら電話電話かったね。繋がらんでしょ。あ、で昨日も繋がった。時間あんの今。家行こうか。家しとん。いや私は一回はしてるけど何号室かは知らん。いや俺社員はしてる。うん、いい、一緒に出てきて。社員取るお前がまずピンポンでおったら絶対出ると思うよ。出るかな。じゃあ逆に孤独死になったらどうする。いやいや、それもあるもんね、うん、で車止まっとんだと、うんうんうん、で昨日社員が行ったんだって。やっぱそのね、うん、開けてどうするってなるじゃん、うん、で行ったら車止まってるよ、出てこんって。まあ家日本じゃねえのって言って、うん、で分からんけど、まあ、万が一そういうことがあるぞって言って、うん、まだ大丈夫なのかって言ったらね、ほんなら、キミコが昨日一緒におったって言ってるから、うん、いやもうこれ絶対飛んどるわと思ったけど、俺は。だって、二日の。昨日元ついね。931さん。スピーカーにしてくれ。これおめでとうございます。株式会社7でございます。あ、もしもし。はい。二階東條さんですか？あ、はい、そうです。営業の、はい。井村っていうのって今日います？あ、すいません、ちょっと今この場にはいないんですけれども。うん、はい。あいつちょっと態度悪いよね。あ、すいません、え、何かありましたかね。あなた電話誰？あ、私事務員になるんですけれども、うん、申します。あなたもちょっと態度悪くないか？あ、私ですか？おう。あ、すいません、そう感じられたなら申し訳なかったです。そんなつもりはなかったんですけれども。いやいや、そんなつもりじゃなくても気分が悪いって言ったら気分悪いよね、はい。あ、申し訳ございません。じゃあ社長です。すごいね、なんか会社だね、なんかめちゃくちゃちゃんとしとるやんと思って。いやいやいや、すげえな。全然気づかなかったです。うん、いや、人の携帯でまた声わからんのじゃない。あ、そういうことですね。そうそうそう。あ、いや、やばい人来たと思いました。いや、でらめんどくさそうなやつだなって。いや、あのさ、ちゃん思ったかな、そのにお金渡した時って。私休みでいなかったんですよね。あれいつだったか分かる？多分昨日かその前って言ってたんですけど。あ、じゃあ2日前だ。いや昨日じゃないんだ、はい、俺大阪行ってるもんね。あ、本当ですか。じゃあ2日前かもしれないです。あ、2日前なんだ、はい。じゃあその日は、あ、そうかそうか。あ、ありがとう、ごめんね。はいはい、大丈夫ですかね。うん、お願いします。はい、すいません、お願いします、失礼します。あ、じゃあその日だ、俺が金渡した日に飯行っとや。あ、で電話かけてきたの、飯こうされて。私もう本当にね、寝たらすぐ忘れちゃうので、金が入ったもんね、飯行こうったんだな、多分。シャンパン飲みてえとか言ってなんだあれ。最近なんか入り口もなんか電光掲示板みたいなあったたちなんかでアップグレードしようじゃん、シャンパン。あ、おっとるねあれ、誰か飲むのあれ、うつしいのあれ。昼ぐらいにさ、うん、なんで1月31日の昼、うん、あ、なんかすごいじゃん、料理か。1月31日の昼。あ、じゃあ、お金もらってすぐだわ、多分。俺、会社昼ぐらいのことだもんな。あ、飯行こっか、って言ったんだ。うん。自殺しとるんかな。ちょっとなんか取り憑かれたみたいな感じだったよな。なんか。なんでそんなぐるぐるな。いや、もう消防しとるけどな。うんうん。なんか一つ現場で払ったらしい。なんか格好つけるでしょ。格好つける。で、まあいい、現場が大変だったら、じゃあもう払ったるわ、って言って、うん、会社呼んだんだけど、うん、なんか営業と両方の意見聞いておると、なんか格好つけて忙しい。みんなが暇なもの入っていいみたいな感じで。五六に入れとったらしいのは。あ、なんか、うん、なんか、あちこちかなかんとかなんか言っとった時もあったわ。そうそうそう。いや、でもなんか俺なんか取り憑かれたこともある人。でもあの人神社参拝とか好きだよ。は？神社参拝。そこでなんかついたんじゃないの？
そういう店で行こう。な、バックすぎるわ。誰これ？うん。カメラ目線行けん。ちょっと言うかじゃあ。うん。はい、かけた方がいいな。乗れるんぐらいの大きさが。ついてる。勝手に入る不法侵入だぞ。勝手に入るから。すいません、あの、どうしたの？あ、と、も、僕は〇〇じゃないんですけど、ごめんなさい、そういうの教えできないし、私実際知らないですよ。いいんですけど、うん、会社で働いてるんですよ。あ、はい、で車止まってるんですけど、3日間ぐらい来てないんですよ。あ、だから病気からなんか倒れとらんないんだ。一人で住んでるから3日間ぐらいお見えになる。でもね、出ないの。どうしましょう、ちょっと待ってくださいね。今日は今コールと笑いましょうか。あれだったらトントントンって叩いてくれればいいと思うんですけど。あ、すいません、今ちょっと待ってください。これ持っていいですか？ちょっと確認取りますので。あ、どうした？ですね、そうだね、はい、わかりました。なピンポン代表をしたんですけど、あ、そうだね、3日間ぐらいで連絡も取れなかった。あ、そうだね、わかりました、ありがとうございます。はい、付き合いめちゃくちゃだよ。そう、そう、わかんない、あんまり言えん、なんかいろんなことカメラ回ると喋ること間違えた。なじゃあ、何どこで聞いたの？いいとこたくさんある。あ、いいとことたくさんあるけど。いいことたくさんあるね。そう、まあでも、まあ、お世話になっとるだろうし。ああ。いい人はいい人ね。そう。ねえ。なんで？そうじゃないと、そういうの。なんで？キミコがピンポン押してる電話だから、ちょっとあれだよな。いや、でも初めてこんな来るもんね。それは低いんじゃない？怪しい。ああ、なんでそんな部屋の番号わかるんだって。そうだよ、まずそこからだ。でもありえんこともないですよ、本当に孤独死。あの、いや、あるぞ。だって体だって良くないから、さっき。うん。で、しかも一緒に最後まで飲んだもんな。いや、俺、その後かなと思ったけど、飛んでから後かなと思ったけど、違うもんな。その日は、なんか雨だったんだろう。その日に、君子と多分飯食って。ピンポン出てこんかったらあれですけど、こっちからは出るんで、中でちょっとコンコンして管理人のあれですけど、で、出てこんかったらまあいいですよ。で、管理人のあれですって言った方が、いや、なんか、一つは、仕事を飛んだ可能性もあるんですよ。仕事を飛んだ可能性もあるんですよ。そうですか。だからそれだったらまあ逆にいいじゃないですか。はい、で、車止まっとるし、はい、で、ここはまた全然違う友達で、はい、その飛んだ日にもあっとるんですよ。わかりました。で、昨日、まあ、二日間もう来てないから。三日間ですね、今日は。あ、三日。いや、二日かな。今日入れて三日かな。はい。二日か三日なんですけど、はい、だから、管理人ですって言ってポンポンってやって、はい、出てこんかったら、はい、まあ、警察に呼びますから。いや、今日ちょっともうあんま時間なくて。え、警察に見られるか。あ、また報告。あ、わかりました。じゃあ、社長ですね。あ、そうですね。中でここでは、あの、出られなかったそうなので。何、ちょっと、はい、お前どこで向かってやってって、不法侵入だぞ。じゃあこの前でバーって、まあ、何やいろいろだけどお疲れだからね。は、学者多いのいろいろね。まあまあそうだよな。いやだけどこのままでもう老けるつもりでしょ、うん、だけど君子はなんでそんなシーンがあったんかなと思って、うん、もし飛ぶつもりだったらね、うんうんうん、まあ、俺こうで入り替え飛ぶわって、うん、だってお前もう来てないんだもん、そういうことだろ。そうだね。で、お金もちょうどいい機会だ。で、月末締めの翌末だもん、普通って
溜まっとるじゃん、うん、だけどいろんなその金の精査があったもんで、うん、まあ、ちょうどない時なんだわ、うん、だからまあ飛んでもでも10万ぐらいかなんかはあるんだけど、うん、まあそのね、いい時期、あれは最後の晩餐、何も言わんというのはでもおかしいな。なんかさ、あの現在使用されていませんみたいなのになるんじゃないの、契約が切り取る。何だかも知ってるんですけど出られないです。見えるかどうかも分からないというのであるんですけど、とりあえずちょっと戻って、要するにってもし連絡ないようでかけても、はい、かけてもただのその形を取っていただいて、ありがとうございます。すみません。またお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。お願いします。え、運転見ます。どっち？今着いた。ついた。絶対ついたら、ちょっと待って、オレンジ色。犬みたいな。お前泥棒って、お前が一番。オレンジ色の玉だって。さあね。うわ。大丈夫か？電気色ついた、ほんとに。ついたって。人感センサーみたいなの？どこ、どこがついたの？あの中、キッチンみたいなのとかじゃん。知らん、キッチンかなんか知らん、小窓の。じゃ、でもほんと、生きてるよね、だから。生きとるわ。まあ、生きとるか。いや、ガラスをどうしたらいいかなと思って。警察相談するなら、それこそガラス割って入らなかったじゃん。ネクストよ。どうだった？全然連絡ない。ないっす。これ動画になってんのかな。俺はキミコと家行ったのは動画撮っとんだけど、はい、その後やっぱ本当に家でのたれ死ん飲んちゃうかってなって、あ、そうですね、病院だって警察は、まあ、もしかしたらちょっと動画になっとるかもしれないけど、警察に、まあ、その会社のこういう身分とか証明書が入れるみたいな話から入るってなって、はい、警察に誰が電話したの、お前が見ようか、桜子か、桜子の警察に電話して、それ段取りしといてって、はい、警察の立ち会いと俺全部行くでって、で行ったら警察が本人に電話したら、はい、電話出た、俺とか会社からとかもうキミコから電話で全く電話あったんだけど、そのしかもその多分電話したタイミングが多分良かったんですよ、多分警察が。なんで？だってその日の午前中までは携帯止まっとったんですよ。あ、そうか。そうです。止まっとったんですよ。あ、お金。だってちょうど払いに行ってすぐ警察から電話だった。そうです。だってちょうど多分その警察が電話する日の朝一に僕もかけてるんですよ。うん、まあ、あの日にこう、にその後すぐ連絡があって、2日連続で飲みに行ったわけ。マジっすか？社長に電話しや、みたいな。はい。家族に電話しや、みたいな。あ、もう連絡するわ、みたいな。キミコから。でも、キミコはもう協力して捕まえるわけになったんだ。まあ、これ動画にどうやって使うかは、まあ別に、まあいいよと。まあ、俺らも、もういじめるために捕まえるわけじゃないじゃん。はい、だから、まあ話し合った方がいいから、つって。で、協力するって言ったけど、まあ、もうキミコと喋って、もうそういう風だったら、もういいわ、会いたくねえって。もうそんなことで俺も時間使いたくねえでって言って、俺はまあ会ってないんだけど、それから連絡ないの。動いてないですね。うん、でまあこれ動画にまあまあまあ、うん、あれだもんな、仕事はちゃんとしとったもんな。そうですね。で、うん、まあ、結構融通も聞いてくれるし、うん、まあ、営業側としては結構助かるなっていう感じ。そうだよな、金額も上がっていっちゃうし、ね、まああれだろ、まあ、ちょっとこれぐらいやったらやっとくわとか、はい、そういうのもあったよ。だけどね、その最後の方がちょっとおかしかった。なんかちょっとおかしいなみたいな、やっぱその、うん、朝の広告が入ってなかったりとか。ああ、なっとったな。そういうのがなんかちょこちょこ起き始めて、で1回か2回ぶっちぎっとるよ確か。
まあそう、2回か2回ぶっちぎっとんだろ、前に出るまで後半だろ、最近だろ、最近って言っても1ヶ月、2ヶ月以内だろ、まあ、それいかんすけど、でも今までは僕、長女が飲みに行っとったじゃないですか、一緒に、うん、でもどんだけ遅くても、次の日朝普通に出るんですよ、うん、なんで、飲みすぎて起きれないみたいな印象はないんですよ。いやいや、それまで、まあ、社長にも何も俺話してないですけど、そのお金の話でも結構相談を受け取ったんですよ。そうなん、はい、でその社長との話でその25万かなんかプールで置いとくっていう話あったんですか、うんうん、あれもあの返してほしいっていうかちょっともらえないですかみたいな相談もあって、うん、25万社長が今プールしてるけどってそうそうそう、うん、で返したいもんねみたいな、いやそれ僕に言われてもみたいな、うん、社長とも取り決めでとりあえず一時集まっとくねっていう話だった、うんうんうん、僕は言ってもいいけどそれ自分で電話した方がいいんじゃないですか、それ自分で言わんの、うん、そういうなんで、ね、じゃあ他のところから借りたらしいですか、そうしてます、出たんだろう、また来たんだろう、また来てます、家の住所も全部必要な会社問い合わせてください今度は全て話しますそういう言いづらいこととかは言えないんですよね、なんでやな、なんかあのキャラなのな、だけどこれ〇が多分見とると思うで俺、まあ、あえてね〇にも、まあ、いろんな人にも対しても、まあ、アドバイスっていうか、まあ、俺の思いね、言えないのは言えないやつがあるから、学校じゃねえから俺は、お前らの奏者社長に言えない、だから出る釘になれんなら 出なくていいよって別にって、うん、まあそうっすね、お前の代わりに出るやつおるよって、お前が言われてるみたいになっちゃってるけどあまた前の話かみたいな感じでいろいろなお前も思いもあると思うし、まあ、みんなやほんなら、それはまあ視聴者とかも、いやそのじゃあ社長から聞いてるべきだって、もうそんな暇ねえし、多分そのね、多分結果的に多分電話したんじゃないですか、よろしくて、いやその25万その、あの預けてあるやつを返すもんでって言って、いや違うじゃん、自分で先にどっかで金集め詰めて払ったの、でその明細を、いや明細だけくれるなら俺渡したらばって、あそういうことか、でそこに払った明細だけ持ってきたからもう残りの金全部渡したの、あそうなんですか、そう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 、これ書写ると分からんかもしれんけど、あの俺が返済義務あったからね、はい、あのもう請求書を売っちゃったから、まあね、俺に払っちゃったら俺が違法になっちゃうから、その人にも払わなかったなと、だから俺はストックしとったわけよ、ね、自分で処理するって言ったからね、そこで返したいところがあるけど、うん、またどっかから借りてこっちに返したところですね、多分じゃあ、そういうことじゃないですか、多分その後に電話かかってきてるのか、お前その25万全部飲みに行っとるぞ、あれその日に、マジっすか、10万ぐらい使っとるでしょ、だって一軒居酒屋行ってスナックまで行ったんだぞ、聞いた話だとな、で次の日また飲みに行こうぜって飲みに行っとるよ、まあ、週も飛ぶじゃん、何人もお前連れて行っとるの、飯代みんなおっとんのバカで、アホならないですどうしちゃったんですかね、めちゃ全然よかったよな、最初だって十何年選手だろあれ、そんな取ってつけたやつじゃねえねな、あまりそうはなかったっすけど、ああどっちかって言ったら、お金にだらしない感じは一切なかった、だってな、仕事一生懸命やるしなあ、ちゃんとお客さんだってクレームはほとんどないっていうかな、お客さんに横の前だな、もう俺もう戻ってきたらどうするの、お前ら使うなら使えないんだけど、別にお前らがどう思ってる、別に俺言わせとるわけじゃないよな、ほんと使えないっすよ、うん、ぶっちゃけもう年末の段階で、うん、まあ、悩んだんですよ、俺自身が、ああ自分なら、ああもうこれちょっと最近 だらしないなって現場がっていうのは、だからもうそれはちょこちょこ話してて、本人ああちゃんとやってかんと偉いよ、俺も最後言ったんだよそれが俺最初腹立ったんかなと思ったんだけど、いや現場穴開けてるらしいじゃんちょこちょこって、いや確かに偉いぞって、やることやったんだよ俺これ助けだったけど、やることやったら人間やったけど何も助けんぞって、しっかりしてやれよって言って、まあ葉っぱかけたつもりでおったけど、それが裏目に出たのかなと思って、いや、もうその前からちょこちょこやってますもん、はい、以上になります、翔くん責任者大変だね、まあ、まあまあそれが仕事だからね、でもね、めんどくせえけど、まあまあ、俺はお前だからめんどくせえけどな、まあ、一番目がかかるのはお客さんなんだよ、まあ
そうや、お前なりきりか感じたしとんだわ気持ち悪いなお前あのまあでもそうだわな、本当にそうだわな。はい、以上になります。まあ二流は二流の会社行って二流の仕事しといてください。まあ、うちの仕事はもううちの式はもうまたゲームなしわ頑張ってください。まあ、これがなんか冷たいように聞こえるかもしれないけど、まあ、これがもう本当に商売の当たり前のこと、やるべきことやらなきゃいけないし、まあ、その1戦2戦3戦まではね叱ってあるけど、もう子供じゃねえんだであいつも、俺より年上だろ。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でしたって言え。え、お疲れ様でしたって言え。お疲れ様でした。お前がな。